はい、どうも皆さんこんばんは、サイテマンです。レッツゴーイブイ、今日もやっていきたいと思います。タマムシティに到着したというところからですね、毎朝11時の更新、レッツゴーイブイ、今日もやっていきたいと思います。エリカを倒しに行きましょう。で、ちょっとね、あまりにも手持ちのポケモンが弱すぎるのでピジョンを加えました。ワンリキを外してピジョンを加えました。ちょっとワンリキ戦力にならないということで、ピジョンでなんとか行きたいと思います。なぜピジョンを入れたのかというと、エリカ対策もありますね。こっちか。あと毎日11時に更新しているっていうことなんですけども、本日ね、10月22日、絶対絶命都市が発売します。そちらの方もね、実況、本日実況多分この後ぐらいに動画出せてるかなと思うので、この後かこの前にももう出てるか分かんないですけど、とにかく今日中にね、夕方頃ぐらいまでには出せてると思うので、よかったら見てみてください。まあ、僕が結構得意としているタイプのゲームの実況が得意としているタイプのゲームの、なんでね、よかったら見てみてください。絶対絶命都市4ね。ふーん、ジムリーダーのエリカさんに挑戦するの？言っとくけど、タマムシジムは可愛いポケモンを持ったトレーナーじゃないと入れてあげないんだから。あなた持ってるの？私が見てあげる。可愛いポケモンか。コイキングだな。え、コイキング？可愛い可愛い。めちゃめちゃ可愛いよ。ちょっと撫でていいよ。コイキングいいのか？お腹に顔をうずめちゃおう。え、コイキングだよ。仕方ないわね。可愛いポケモン持ってるし、タマムシジムへのチャレンジを認めてあげるわ。イーブイと言うと思ったか。残念なやつだな。ほんとあいつはイーブイを撫でたかったんだろうな、この頭の上にいる。あの正面にいるのがエリカですね。エリカ様ですね、通称。俺があの小学校の頃、エリカ様、エリカ様って言ってましたね。エリカに対して。ん？こいつか、さっきの。あ、あんたはさっきの。こいつ恨みこすずりでしょうね。コイキングに顔をうずめることになって、まあ、このサブのトレーナーで敵の強さを大体測ります。一匹か、相手一匹しか持っていないので、こいつで大体レベルの高を測る。28か。やれないことはない。こっちにはウィンディーがいますからね。何せ全てを焼き尽くすポケモン、ウィンディーがいますから。メガドレイン効かんな。ただ若干回復されるのは厄介ですね、これ。次の火の粉で仕留めれるという計算だったんですけど、仕留めきれない。てかウィンディでかいな。オッケー、急所に当たっていく。しっかりと急所に当てていく。ウィンディでもう無双しますよ、こいつら。このジムのこの草花ごと全て焼き払ってしまわないかどうか、それちょっと不安ではありますが。居合斬り？この木はなんだか切れそうだ。勝手に、勝手に人の家の木を切っていく。とりあえずエリカまで、目指して、エリカ目指していきましょう。これ何でしょうか？関係ないか。これ帰り道ですね。帰り道は遠回りしたくなるですね、これ。向こう行けば多分帰れたんだと思います。この人は、この人もジムリーダーか。とりあえず迷路みたいになっているんですが、エリカ目指してちょっと行こうかなと思います。はい、エリカのところまで目指してる最中にですね、コイキングがなんと進化しました。ギャラドスになりますね。今作は控えにポケモンに入れていても経験値が入ってくれるので、こういうコイキングみたいなポケモンでも簡単に進化させれますね。はい、これで、コイキングも立派な戦力に、なりました。さっきのやつにギャラドス見せに行くっていうのも面白いな。なんか、噛みつく覚えたと。もうここから本格的に戦えるポケモンになりますね、ギャラドスは。さっきのやつに撫でてもらったから進化した説はあるな。はい、ということで引き続きエリカのところまで目指していきたいと思います。はい、到着しました。で、ポケモンセンターに行って回復もしてきました。エリカ戦ですね。ようエリカ。はい、良いお天気ね。
気持ちいい、スースー。あら、いけない、寝てしまったわ。ようこそ、私タマムシジムのエリカと申します。お花を生けるのが趣味で、ポケモンは草タイプばかり。あら、やだ、試合の申し込みですの？そんな私負けませんわよ。エリカはね、結構こういうおしとやかな感じに見えて、使ってくるポケモンはね、結構攻撃的なポケモンが多いです。攻撃的なというか、攻撃的な戦い方をしてきますね。モンジャラレベル33か。俺の控えにというか、レベル33のポケモンいないですからね。初っ端のモンジャラでもレベル33、眠り子なんか。これ道具使います、起こしますわ。眠気覚ましみたいな俺買っといたはずなんで、これだ、一つだけ買っといたんですよ、念のために。ウィンディでも無双しないとまずいですからね。まあ、イーブイがいますけど、イーブイのあの技がありますけど、なんとか、うわ、強烈。今一つなんですけど、威力が、てかもうレベル差がありすぎるんだな。で、こっちウィンディ炎タイプといっても、火の粉なんで、うん、早く火炎放射覚えてほしいですわ、ウィンディには。メガドレインか。これ多分回復しても、次の火の粉で倒せると思う。うん、多分火の粉で、射程内だと思う、このダメージ量だったら。でモンジャラよっぽど遅いんでしょうね。レベル24のウィンディの方が早いっていう。OK です、とりあえず1匹目倒しました。まあ、2匹目も草タイプ出してくると思うんで、たまたまうつどんか、うつどんか、うつどんは変えます。相手毒タイプ持ってるんで、ユンゲラーのサイケ光線で戦います。ユンゲラーはね、ちょっと防御力が低いので、まあ、相手に何もさせずに倒すっていう戦術を取るしかないです。で、最強光線で、で、あわゆくば混乱を狙うという。ユンゲラーは素早さと、特殊攻撃が高いのでね、倒していく。今、抜群になったのは、ウツドンは毒タイプも持ってるんで、エスパータイプが効果抜群なんですね。ラフレシアか。相手最後かな？最後ですね。ラフレシアは、ウィンディ死にかけてんのか。ウィンディでいきます。ウィンディの火の粉で、できるだけダメージ与えよう。ラフレシアは毒タイプ持ってたかな？草タイプだけだったかな？毒も持ってんのか。お、ラフレシア。かわいい。ラフレシアかわいいぞ。ウィンディの方が早いと。うわ、効かない。効果抜群なんですけどね。うわ、強っ。レベル差が出ましたね、今、はっきりと。相性はこっちの方が圧倒的に高いんで、いいんですけど、メガドレインで落とされるとはな。ユンゲラでいきます。サイケ光線がね、ワンチャン混乱させれるんですよ。それ狙いですね。いけ。おし、勝ったでしょ、もう俺。相手ラフレシア混乱したんで、混乱直す道具使わない限りもう俺の勝ちですね。サイケ光線で終わりと。参りましたわ、本当にお強い方。技マシーンは多分メガドレインだと思います。はい、これで半分のバッジを手に入れましたね。レインボーバッジで親の違うポケモンでもレベル50まではおとなしく言うことを聞きます。多分メガドレイン、メガドレインですね。これで、ね、草タイプのポケモンは相当強くなると思いますね。不思議草とかメガドレインを覚えさせれば相当な戦力になりますね。はい、ということで、お、イーブイがなんか
尻尾を振っなんかやってる。お、喜んでる。サイテンマンとハイタッチしてますます燃えてきた。はいと。なんか今アイコンが出てたんですよ。なのでそれを押すことでなんか可愛いのが見れるっていう、そういう仕様になってますね。はい、タマムシシティをね探索してたらですね、ちょっと見たことのあるやつがいました。たけし。おお、こんなところで会うとは。俺はタマムシジムから帰るところだ。ジムリーダー同士の交流も大事な務めだからな。こいつ絶対エリカに気があるな。こいつなぜだか追い返されてしまったが、そうだ、お土産に持っていったニビアラレ、サイテンマンにもやろう。タケシ、ジム大丈夫なのか。今ジム誰もいないみたいな。ニビアラレを回復ゲットにしまったと。ニビアラレは喉が渇くからな。お茶が欲しくなるぞ。お、お茶もらった。これであの関所にいて喉が渇いてるっていう人に渡せば通れるようになるんじゃないかな。喉が渇いていた警備員さんにあげる分がなくなってしまった。ところで各地のジムを訪れているようだな。応援するぞ。はい、ということでここ何なんでしょうか。玉虫マンション。あ、マンションにね、確か裏口から入ればなんかもらえたような気がするんだよな。 EV がもらえたような記憶があるんですけど、裏口、こっちから行ける？行ける行ける行ける。 EV もらったところでなんだけど、この辺から入れないか、裏口。いや、そんな記憶があるんですよ、ゲームボーイ版だと。あ、こっちだ。うん、 EV くれたと思います、多分ね、まさきが。いや、でも EV もらったところでなんだよな。 EV 持ってるからちょっと微妙なとこなんですけどね、それ。 EV なのか、もしかしたら別のポケモンなのか。いいよ。黒板にも書いたが、わしに分からぬことはない。任天堂スイッチの中に世界があること。ぜひ友達を誘ってポケモンの交換を楽しんでくれたまえ。あれ、 EV くれないんだ。じゃあこれ目当てに来たのか。じゃれつく、じゃれつく手に入れました。それだけ。技マシンのパンフレットだ。技マシンは全部で60種類。シルフカンパニー。なるほどね、シルフカンパニーが技マシンのなんかカタログみたいなのを作ってるだけか。ここね、いつもだったら EV もらえるんです。いつもだったらというか、ゲームボーイ版だともらえるはずなんですけど、やっぱ EV 版っていうことでそこはちょっと別の方式にしたか。ちょっとじゃれつくがどんな技なのか見てみましょう。俺ね、新作の技あんまり知らないんですよね。相手にじゃれついて攻撃する、相手の攻撃を下げることがある、フェアリータイプの技ですね。なかなか強力な技なんで、ウィンディーに覚えさせておきますか。ウィンディーがフェアリータイプではないので、そこまでの威力は出ないんですけど、一応覚えさせておきます。フェアリー属性はね、多分、フェアリー属性はエスパーに強かったのかな？確か。フェアリータイプは、例えばプリンとかピッピとか、あのあたりがフェアリータイプだったと思います。うん、俺あんまり詳しくないんですけどね、最近のポケモンの属性とか。ただ確か、うん、ピッピとかプリンがフェアリーだったと思う。俺ね、実を言うと最近のポケモンあんまやってないんで、フェアリータイプがいるポケモンをやってないんですよ。ダイヤモンドパールとかから追加されてるタイプだと思うんですけど、ここ玉虫ジムですね、ちょっと覗いていきますか。お茶を手に入れたので山吹シティにも行ける状態にはなってると思うんですけど、ちょっといろいろ買い物していくか。お、エリカがいる。タムシジムリーダーのインタビュー。挑戦者と家宝は寝て待てですの。わけわからんな。エリカちょっと天然生えてるがわけわからんな。ここが技マシーンとか売ってるとことかあるからね、一応全部見ておいた方がいいっすよ。これ技マシンだ。
ほら、破壊光線10万円買えるね。買おうかな。シャドーボールとかめちゃくちゃ強い技いっぱいある。アイアンテールとか、これ破壊光線買っとくか。いや、破壊光線買っといてもいいな。10万円だったら買えるんだよな。おかしいよね、こいつ。子供から10万円取って破壊光線売ってるって。こいつは、あー、ハイパーボールか。ハイパーボールもそこそこ買っておくか。3つぐらい買っておきます。で、すごい傷薬、あー、まあいらないかな。まあ一応ちょっとお金がね、あれなんですよ、心配なんで、ちょっと買い物は控えますわ、とりあえず。ここはちょっととりあえず全部見てから何を買うかっていうのを決めていった方がいいと思うので。任天堂スイッチがある。任天堂スイッチより高いよね、今破壊光線。よくよく考えたら任天堂スイッチだいたい3万円じゃないですか。破壊光線10万ぐらいしたけど。誰かヘルプ、手助けプリーズ。というわけで手助けを手に入れた。わざましいね。手助けはあのダブルバトルの時に使う技ですね。手助けされた仲間の技の威力を上げると。あまり強い技じゃないですね。ここ何なんだよ一体。何なのここ。人からもらったポケモンは ID が違うから分かるよ。子供もなんか ID とか通信とか言う。お、君たち、隣の子がゴーストとガルーラ交換してくれるって。よかったなこいつら。俺あの近所のこと普通に、俺こういうのやってました。普通のスイッチお互いで持ち寄ってやってたから。男の子同士で今やってたけど、俺普通に大人と子供同士みたいな感じになるんだろうな、俺からしてみれば。あ、これなんすよ。これを買おうと思ってたんです。とりあえず、ウズドンを進化させたいので、リーフの石を一つ買っておいて、で、イーブイに、使えるのかどうか、ちょっとそれだけちょっと確かめます。レポート入れてね。レポートを入れておいて、使えるのかどうかだけちょっと確かめますわ。サンダースになれるのかなれないのかだけ。俺の予想だと多分なれないんですけど、一応ちょっと確かめておく必要がある。あと、月の石って売ってないのかな、ここ。ここは何の店でしょうか。ここは何の店でしょうか。ポケモンにもおしゃれをさ、あ、おしゃれだ。おしゃれをさせれる店だ。あー、いいじゃないですか、これ。めっちゃいいじゃん。ただ、俺、お金がな、ちょっと、不安なんだよな。これポケモンにメガネかけさせるってことだ。一番安い、一番安いこともないけど、この赤縁メガネ、これ買っておくか。これ EV にメガネ装着するってことでしょ。よし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 。とりあえずこういうの買っておこう。これはリボンか。これはリボン、小リボン、リボン、スカーフ、花飾り。なるほどね。花飾りあたり買っとくか。花飾り5000円って高いだろ。ぼったくりだよ、こいつら。いい商売してるわ。スカーフ。スカーフは安いな。なるほどね。サファイアスカーフ、エメラルド。エメラルドスカーフあたり。買っておいて。で、他にも買っておきたいな。ちょっといろいろ買いたいものが多すぎて、動画の尺がかなり使ってしまっているんだが、これも買おう。レッドプチリボンね。これ買います。もう冒険進めろよと思ってる方いらっしゃるかもしれないんですけども、これはね、ちょっと重要なあれなんで、これちょっと今重要な場面ですよ。これ。カスタマイズ。帽子ね。帽子もこれ買います。スイートハット。あ、高い。2万は高いだろう。なんでこんな帽子2万もするんだよ。
絶対おかしいわ。スペシャル99万っておかしいよね。子供に99万売るって。これはディグダ帽子、ディグダ帽子は50円となります。買うだろう当然。これが普通です。ポケモンセンターとか、あの梅田、大阪には梅田にあるんですけど、こんな商売してないですからね。絶対1万とかさ、絶対おかしいよ。よし、とりあえずディグダ帽子をかぶせていく。で、メガネは赤縁メガネをかけさせていく。これ、あ、もうこれはまあしょうがない。あの、買えなかったから、しょうがなかった。レッド縁リボンね。どこにつけれるかみたいな決めれるんだ。あ、じゃあ胸につけましょう。リボンね。蝶ネクタイ風にしていくと。これでいいじゃないですか。ちょっとイーブイ見てみるか。イーブイ。はい、どうですか俺のイーブイ。あの、赤でこう統一しているっていう。ちょっと帽子がな、ディグダになってるっていう。まあ、これはちょっと気分によってカスタマイズしていこう、今後ね。もう今ので尺5分ぐらい使ったな。まあまあ、今のはちょっと重要なあれですからね。なんだ、EV は自動販売機を不思議そうに見て。飲み物を買ってあげますか。買ってあげよう。一番高いのミックスオーレ、ミックスオーレを買ってあげよう。EV はミックスオーレのまろやかさにうっとりしている。 OK、 これ多分一番安いやつにすればよかったなっていうところなんですけど、俺はそういうことはないですからね。ミックスオーレで俺は後悔してないっすよ。この子は自動販売機の飲み物が飲みたいよ。飲み物をあげますか。はい、ミックスオーレあげますからね。私の宝もこれあげるね。守るを手に入れた。なるほどな。これあげるジュースによって多分もらえるものが変わってくる。永遠に自動販売機の飲み物が飲みたいよ。これ当然あげます。サイコソーダあげます。どんだけ飲むんだよこの子供。サイコソーダでリフレクターか。で、じゃあ美味しい水もあげよう。美味しい水もあげる最後ね。リフレクターはあの物理攻撃をの耐久値が上げてくれるっていう、そういう技ですね。美味しい水もあげます。俺に私の宝を投げるね。光の壁、ちょっと防御系だなこの子ね。 OK、 特殊防御力を上げるってことか。光の壁はうちの妹、あれでもポケモントレーナーの端くれだけど、わがままで嫌になっちゃうよ。お前、俺ジュース散々あげたのに、こいつは見て見ぬふりだな。ちょっと危ないよね治安的に。たとえデパートであっても頂上まで登りたくなる山男の差が。こいつはちょっと違うな。はい、ということで、まあ一旦この辺でこのパート終わりますか。で、また、お茶を手に入れたので山吹シティに向かうかなと思ってるんですが、あのゲームセンターがねちょっと気になるので、ゲームセンターもちょっと見ておくか最後に。ゲームセンターだけちょっと覗いてこのパート終わりにしよう。シルフスコープなるものを手に入れてないので、まだこの玉虫のイベントはね完全に乗り切ってないんですよ。ちょっと山吹シティに行くのはちょっと早い。まだ玉虫のゲームセンターにね、とんでもないダンジョンがあったような記憶があるので、ちょっとこの家も気になるな。この辺から入れないか、入れないか、入れないか。ちょっとゲームセンターだけ最後見ていきます。ここね、なんか壁調べるなみたいな前回のパートで言われてたんすよね。ちょっと調べていくか。あ、これだ。はい、ちょっとね次回のパートであのロケット団、多分ねイベント戦だと思うんですが、ちょっと調べていこうかなと思います。
ということで、また次回、明日ですね、明日もよろしくお願いします。で、絶対絶命都市もアップしますので、よかったらまた見に来てください。ということで、お疲れ様でした。ありがとうございました。